何よ、私が最後に残した言葉って。まず出会いから話そう。別の君と出会ったのは、この時系列の平行世界。つまり、前に話した、太陽星が世界を崩壊させる世界だ。太陽星が惨劇の世界で暴れることは知っていたからね。まずはどのような流れで始まるのか観察してたんだ。バレるとまずいからね、なるべく遠くから観察していたんだが、明らかにある人物に好意を抱いてからが始まりだった。まあ、悪知恵というか、なかなか人の心理をついた動きをしていたね。そして2回目、原因が好意だと分かったが、私の世界ではすでに仲良くしている。いつ発展するかわからない心は対処しようがない。それに、今の大妖精は、かなり心が強い。同じ惨劇が本当に起きるのかと、自分の仮説に違和感を感じたね。その仮説っていうのは、起きていない異変が起きるってやつ？そう、それのことだ。まあ、結果的には、矢心栄林が原因だったからね。仮説はまだ生きているが。タイムマシンで過去に戻れる回数は限られている。一人で原因を追求するのは難しいと思ってね。まずは自分に声をかけてみたんだ。もう一人の自分が現れれば、嫌でも信じるだろうしね。そこでさらに協力者が必要だと思った。それが、私だったってこと？その通り。でもどうして？異変で大きく関わっている人物は選べない。未来を変えたいわけじゃないからね。話したら信じ、動きやすく、それなりに賢い人物を選ぶなら、ヤクモユカリか、コネイジサトリだったが。なぜか君によく絡まれてね、必然的に君になってしまったんだ。案外性もない理由だったのね。だがしかし、協力者としては悪くなかった。太陽星に接近しても怪しまれず、情報を集めやすいからね。失敗しては一緒に平行世界を渡った。しかし、ある事件が起きたんだ。君が、何者かによって、襲撃を受けたことだ。駆けつけた時には、もう瀕死の状態だった。しかし、その時代に治療用カプセルもなければ、永遠邸に足を運ぶわけにもいかなかったんだ。それに、君自身から止められたしね。だから再起を迎える瞬間まで一緒にいたんだ。いいのか、私の時代に連れて行けば、すぐに治せるんだぞ。いいのよ、残りの回数も限られているんでしょ。まだここの世界は終わっていないわ。それに、私の時代は滅びちゃってるし、これも運命だったのかもね。一体誰に襲われたんだ。太陽星はまだ動く時期じゃないぞ。おい。ごめんなさい、もう時間が来るわ。私が死んだら、誰にもバレないように処分してね。そして、君は最後にこう言ったんだ。ニトリ、人は花と同じ、見た目が綺麗でも、毒やトゲのあるものも、見えてるものだけが真実じゃないわ。最後まで、決して諦めてはダメよ。せめて、救われた世界を、見てみたかったかな。それは、人の中身を知れってことかしら。どういう意味で残した言葉なのか。私も最初はそう思った。だから大妖精以外に目を向け、真実を見つけた。結果的に良かったが、他に大きな問題が増えたけどね。大きな問題？あるはずのない記憶を、なぜか知っている人物がいた。それを薬の副作用というべきか、偶然なのか、奇跡なのか。まあ、今回が初めてだからね、二度起きなきゃ偶然で済まされる。特に今のところ影響はないしね。ただ、もしさっきの言葉が違う意味だとしたら、そう考えると私は怖くてしょうがない。別の意味が、何か隠されてるってこと？可能性を考えるなら、私の世界にも影響すること、そうだとしたら、裏で動いてる人物がいるだろう。それと、一応言っておくけど、一緒に平行世界に行こうなんて考えないでくれよ。行かないわよ、なんか怖いし。そうか、それならよかった。ねえ、一つ聞いておきたいんだけど。なんだい？エイリンが原因だって分かってたなら、どうしてこの世界を救ったの？それに、わざわざ私を誘い込むように関わったのは。もしかしてだけど、別世界の私が言った願いのために、じゃないわよね。さあ、どうだろうね。確信を得られるまでは、とは思ってたけど、一緒に共に行動してた人だし。世界も滅び、悲しみを背負って再起を迎えるなんて、そんな辛いことはないさ。せめて、一つくらい、綺麗に咲く世界があってもいいじゃないか。きっと、彼女も報われたと思うわ。だって、私だったら、すごく嬉しいもの。そうか、それならよかった。終わったわ。お疲れ様、詳しく聞かせてくれ。まずは薬を打った人物にワクチンの投与、冷戦、デイの記憶を消すこと。そして今回の異変は、誰にも口外しないこと、二度と異変を起こさないことを条件に、すべて許すことになったわ。かぐやの方は、自分は記憶を消さない、彼女の罪は私の罪、一緒に背負って生きるそうよ。そうか。どうかしたの？
白霊霊夢と、レミリアの記憶を消すべきかどうか迷っていてね。霊夢たちの、どうして？あるはずのない記憶を持っているからさ、その記憶は、本来起きるはずの惨劇の記憶。起こしてもいない罪を、今の彼女たちが背負うべきなのか、この世界は救われた、背負う理由はない。しかし、大きな違いといえば、覚悟や意識が変わる、それが今後どう変化していくのか。まあ、私が決めることじゃないからね、役もゆかり、記憶を消す薬、念のためにもらっておきな、どうするか決めるといい。わかったわ。まさか、私が原因で世界が滅びるなんて。姫様を悲しませてしまった。償わなければなりませんね。この罪を。はい、終わりましたよ。ありがとうございます。チルノちゃん、終わったよ。ダイちゃん、大丈夫？痛くなかった。うん、ちょっとだけ。ありがとう。さあ、次行きましょうか。うわー、痛ぇー。お嬢様、大丈夫ですか？私はその後、霊戦夜帝、大妖精やレミリア、そして白霊霊夢にワクチンを打った。まさか、あのカッパが未来から、あんなことを聞かされてしまったら、実験は中止にするしかない。しかし、それだけ人の心は醜いということ、その考えだけは変わることはない。ただ、エイリンさん、ありがとうございました。ありがとよ、スクショー。ほら、お嬢様、あとは休んでてください。プリンお持ちしますから。また頬貫通しやがって、プリン食べたらしみるだろうが。それじゃあ、カラメルソース多めにしますか？液体を避けろって言ってんだよ。最近お前ふざけてないか、パーティーの予定だったがなしだからな。ふふふ、私はお嬢様と一緒なら、毎日がパーティーですよ。何か喜んでいいのかわからないんだけど。裏表のない、純粋な人だって存在する、たとえ心にもない言葉だったとしても。私は。あ、痛かった、注射は好きじゃないのに。エイリー、ありがとう。本当に、ありがとう、助かったわ。ありがとう。その言葉のために私は、人の命を救っていたのかもしれない。その言葉のために、救うことに、感謝されることに、喜びを感じてたのかもしれない。何よりも。霊戦、これを運べばいいの？食卓へお願い。大丈夫？ちゃんと運べる？あはは、お皿運ぶくらい余裕だって。気をつけてよ。大丈夫だって。大丈夫？あはは、滑っちゃった。怪我とかしてないわよね。拾わなくていいわよ。指切っちゃうでしょ。この子たちの笑顔が、一番だった。そして、この笑顔を守らなければならない。なぜ私は変わってしまったのだろうか。最強の敵、それは自分の中に眠る、自身の本当の姿。しかし、それは醜い姿だけではない。それが今回わかった。今の私は、どっちなのだろうか、自身を分析することはできない、感じてること、考えてることが本当なのか嘘なのか。私は、自分に負けたのか、人は本当は強く、私自身が弱かっただけなのか。その答えは、人の存在が必要不可欠、答えを知るために生きるのも悪くない、助ける理由も。私は、未来のために、命をつなぐ。もう帰るの？この世界にもう用はないからね。そう、なんか寂しいわね。もう一人の私がいるじゃないか。まあ、仲良くはしておくわよ。ニトリ、今回の件に関して、深く感謝するわ。おかげで幻想郷は救われた。いや、私が関わらなくても、もしかすると、救われた世界はあったのかもしれない。それで、霊夢たちの記憶はどうする気なんだい？あなたの話を聞いて思ったの、真実を知り、乗り越えてこそ未来があるって。たとえこの世界での記憶じゃなくても、霊夢自身の記憶に変わりはない。彼女は幻想郷を守る巫女よ。心も強くなければ。そうか、その選択に未来を託すとしよう。君たちに全てを任せるよ。また会えるのかい？いろいろ話したいことが。大丈夫、君は私だ。必ず会える日が来るさ。自分を信じるかい？ニトリ、本当にありがとう。あっちの世界でも元気でね。ああ、君たちもね。それじゃあ、帰るとするよ。そうだ、最後に一つだけアドバイスだ。輝ける未来を手にする方法、それは、強い意志と、仲間との愛情だ、仲間を信じろ。一体、どんな世界に行ってるのよ、見てみたいわ。きっと、愛に溢れた世界よ。それだけの愛を育てるのに、どれだけの苦難があったのか。私たちの世界も、愛に溢れた幻想郷を目指しましょう。そうね。
マスター、お帰りなさい。ああ、ただいま。すまないガルカ、急いでエネルギーを補給してくれ。了解しました。次は、あの時代に行くか。それじゃあ、ご案内いたしますね。エイリン先生、ありがとうございました。お大事に。これはもう、必要ないわね。あれから約1週間か。嘘のような、本当の話。もう、二度と過ちを繰り返さないわ。あなた、食べても、いい？だ、大妖精さん、どうしてここに？な、何が起きて？な、なぜ、あなたが？もっと、